Okay.
See you.
世界に泡が出たのね。
新体制になって約4ヶ月経つんですけど、メンバーの入れ替わりがあり、全曲お披露目をすることが約2年間できなかったです。だけど新メンバーちゃんたちが入ってくれて、覚えることが多い中、たくさん頑張ってくれて、ファンの方たちがずっと応援してくれるおかげで、今この9人のテルテルがいます。これからもそばにいてください。それでは聴いてください、虹色物語。ありがとう。
I'm not afraid to die.
くれて本当に嬉しいです。はい、ということでここからてるてるからお知らせがあります。はい、てるてるは今日披露した新曲を含めた3曲の新曲がサブスク配信されることが決定しました。詳細はね、後々公式 Twitter の方に載ると思うので皆さん楽しみに待っててください。はい、ということでここで写真撮影をしたいです。はい、お願いします。何しますか、ホルス。てるてるポーズ。てるてるポーズで、いきます。はい、チーズ。もう一枚。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここでメンバーにも内緒にしてたんですけど、重大発表があります。本当に知らないです。はい、あります。てるてるは透明発案が終わったんですけど、12月29日にてるてるは5周年を迎えます。ということで12月30日新宿レニーさんにて5周年ワンワンがあります。なんでまつりさん泣きしんでるの。内緒。ワンワンあるかなとか言うと、え、でも30ですか。そうなの、結構年末だからみんな今のうちにね予定を開けてもらわないと。今のうちに予定を開けといてください。わかったよ。お願いします。わかったよ。はい、ということでね、あのてるてる透明発案終わったんですけど、まだまだね、ワンワンもあるということで、みんなで9人で頑張っていきたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。